こんにちこ、あきとです。よろしくお願いします。今日は5月31日水曜日、5月も今日で終わりということなんですけども、もう6月になるっていうね。あぶねー、今年ももう早いねとか言い出したら完全におっさんの会話だからなセーフだろ、まだセーフだろ今のはもう1年の半分も終わってとか言い出したらね20代がそんなこと言わないよ今日なんですけど、スニーカーズで12時頃だったんですかね、12時ぴったりだったんですかね、ランクローヘッドトゥーヘッドということで、なんか CO.jp のずいぶん前に出た何種類かのやつの上位のやつを混ぜたみたいなダンク。リークでは5月の20何日かにリリースっていうことになってたんですけども、延期したようで、スニーカーズでは6月9日っていうことでリリースが出てきましたけども、今日12時頃スクラッチ型の限定アクセスでのショックドロップがありましたね。買えた人はいたでしょう。俺また例によって限定アクセスなんですかね、あの削るだけ削らされといて買える人と買えない人がいるっていうね。ナイキの中の人がうひゃ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 って笑ってるっていうね削っとんでー言うて、12時ぴったりに削ってんのにあいつ買えないのに一生懸命削っとんでー言うてひゃひゃひゃ言うて、ナイキの中の人がね笑ってるんですけど、その罠を見事かいくぐり買えた人いたでしょうか。僕はどうだったかというと、ということなんですけど、その前にですね、僕そういえばなんで YouTube やってんのかとかあんまり話したことなかったなと思って、僕は YouTube を使って何を伝えたいのかみたいな、何のために YouTube やってんのかみたいな、それを話すには、そもそも僕が YouTube 始めた時を振り返らないといけないんですけど、僕はアキト君として YouTube の前に Wear とインスタで活動してました。一番最初は Wear っていうファッション特化型の SNS アプリサイトだったんですけど、自分のファッションを投稿するみたいな。僕はもう離れちゃったんで、もう今どうなってるかわかんないんですけど、それが確か2016年とかだったんじゃないかな。その時は少なくともかなり盛り上がってたんじゃないかと思うんですけど、で、ウェアっていうのはゾゾタウンが作ったアプリで、例えば誰かのコーディネート見て、あ、これかっこいいな、欲しいなと思うと、その画面をタップすると商品がゾゾタウンと紐づいてて、ゾゾタウンのその商品のページにすぐ飛べるんですよ。だからこれはもうすっごいゾゾタウンの発明だと思いました。誰かの承認欲求を利用して商売するっていう、勝手に誰かがいいね欲しいとかフォロワー増やしたいとかっていう承認欲求で、かっこよくその商品を着て撮って投稿してくれるから、でそれを見て集まった人がいいと思えばすぐその商品のゾゾタウンのページに行ってその商品を購入できるっていう、いやこの仕組みマジ天才だなと思いましたね。ゾゾタウン側の視点ですけどね、投稿してる側からすると承認欲求を利用して搾取されてるだけなんですけどでもその代わりに自分の承認欲求を満たしてくれる場であるっていうねことなんですけど、っていうところで僕は最初活動してました。でウェアを始めるにあたって、僕はもう最初から発信者として有名になるんだっていうつもりで始めました。何か自己表現をしてお金をもらえるようになるっていうことを目標に初めから狙いに行きました。ただちょっとウェアとインスタのところはちょっと話すと長くなっちゃうんで割愛するんですけど、ウェアは始めて 2,3 ヶ月で、確かその時の月間男性ランキングの確か3位だったと思うんですけど、4位か3位、始めて2ヶ月か3ヶ月でランキング入りして、多分当時最速だと思います。その1位2位の人は当時フォロワー何十万人いたトップ2の人なんで、でトップ10の中みんなフォロワー何万人以上いるっていうものすごい人たちの中、僕始めて 2,3 ヶ月で多分その時フォロワー 2,3000 人しかいなかったと思いますね。でそのランキングは閲覧数のランキングなんですよ。でその後始めたインスタでも、当時一番大きなストリート系インスタ投稿まとめサイトみたいなのあったんですけど、そこで何回か採用されたりしてちょっとバズってフォロワーが1万人超えてっていう中で、満を持して YouTube 始めたんですよ。あ、でこれちなみに 僕その時は2人でやってます。当時のパートナーがいて、その人と一緒にそういう活動してたんですけど、だから僕はそのウェアとインスタって違う場所でそれぞれちゃんと結果を出してきたんで、結果って言ってもその何十万人とか100万人とか突き抜けた才能ではなかったですけど、ちゃんと狙いに行って、まあ普通よりはいい結果が出せたっていうことで自信もあったし、意気揚々と二人で YouTube 始めたんですけど、始める前にこうなったらいいなっていう形にはもう最初からできたと思います。それはどういう形かっていうと、その当時のパートナーの魅力を前面に出すことができれば YouTube も活
勝つなと思ってたんで、で当時スニーカー YouTuber でカップルでやってる人っていうのはいなかったんで、そもそもで僕のスタイルっていうのは当時のそのパートナーが映って僕はカメラの後ろにいて喋るっていうスタイルだったんで、当時そういうスタイルでやってるスニーカー YouTuber もいなかったんですよ。だからこれは完全に差別化できるし、こういうスタイルでやってる人もいないし、僕の当初思い描いてた雰囲気も出せてるから、これは完全に勝ったなと思ったんですけど、やってみたらですね、全くうまくいかず、全く数字が伸びないっていう状況でした。で結局約1年経ってないのかな、10ヶ月とか11ヶ月だったんですかね、1年経たずに活動休止っていうことになりまして、当時チャンネル登録者数が3000ちょうどいってないぐらいの数だったと思うんですけど、2990とか2980とか、2人で1年弱やって3000いかないぐらいっていう結果で、全くうまくいかなかったんですけど、そもそもその相手の人は YouTube をやりたくなかったんですよ。でも僕がお願いしてやってもらってて、でそのなんで休止することになったかっていうのは、もちろんそのパートナーとの決別っていうことだったんですけど、それによって僕はもう全部失ってたんですよね。一人の人として将来を約束してたその相手がいなくなったことによって、その先の個人としての幸せもなくしたし、 YouTuber としてその収入で生活できるようになるっていう夢も失って、なんでかっていうと、それまでやってたウェアとかインスタもそうですけど、 YouTube もそうなんですけど、全部そのパートナーありきのやり方で活動してたわけなんで、全部そのパートナーをプロデュースするみたいな役割でずっと活動してたんですよ。 YouTube も僕は画面に映すんないで声だけだったし、だから2人組のユニットのアーティストみたいな、歌手みたいな、メインビジュアルとボーカル担当の女の子がいて、で作詞作曲できるギターみたいな、だからあれですよ、エブリリトルシングですよ。あれもうモッチーいなくなったら終わりやん。メインビジュアルとボーカルのモッチーいなくなって、ギターの伊藤さんだけになったら終わりやん、何もできないやんっていう状況っていうことで、僕は夢も幸せも失ってどん底状態になって休止するわけですけど、そっから復帰するまで何ヶ月だったんですかね、6ヶ月ぐらいで復帰したんですかね。ただ本当にどん底で、あ、これ以上落ちると本当に精神的に病んじゃうなと思って、それだけは避けなきゃっていうのはあったんですよね。本当に落ちてもう起き上がれなくなって仕事も行けなくなるぐらいになっちゃうなと思ったんで、でもそれだけはなんとか避けないとっていう意識はあったんで、で徐々に何ヶ月か経つうちに、いやこのままじゃいけないって思い出して、でもそうするとまた別の苦しみがやってくるんですよね。その時って全身麻酔がだんだん溶け出したみたいな、休止した初めはもう本当にもう生きるのが精一杯、そこにいるのが精一杯みたいな状態だから、全身麻酔でどうしようもない、ただ息してんのがやっとみたいな、生きてるだけみたいな状態だったんだけど、全身麻酔がだんだん溶けてきて、そうするとだんだん手術の痛みを感じるようになってくるみたいな、そんな感じで生きるのが精一杯だったところからちょっとずつ回復してくると、今度一人になった悲しみとか、その相手への複雑な感情とか、なんか今までは生きるので精一杯で感じてなかった痛みとか悲しみを感じるようになってきて、その仕事をしてる間もそういうことを考えて苦しいんだけど、仕事終わったらもう最悪やん、それ以外の時間何にもすることがなくてただ苦しいっていう時間、それで僕は何の賞賛もないまま辞めてた YouTube を再開するんです。何かをせずにはいられなかったから。でも一人での YouTube の撮り方なんて分かんなかったよ。これ今でこそ僕みたいな感じで撮ってる人はスニーカー YouTuber でもいるけど、その時は今みたいなチャンネル主が映らないっていうやり方ってなかったんですよ。スニーカー YouTube では全員自撮りしながら自分が映ってその場で喋って動画撮るっていう人しかいなかった。風景映しながら後でアフレコ入れて撮る人なんて誰もいなかったんですよ。だからつまりやり方がなかったんですよ、僕ん時って。全員自分が映って撮ってるから、これちょっともう今となっては伝わりにくいでしょうね。今は僕のやり方として確立しちゃってるから。いや僕が一人で始めた時はこんなやり方なかったんですよ。チャンネル主が映らないまま並びに行くとか、そんなスタイルがなかったんで、でもとにかく僕にはやるしかなかった。とにかくそもそも撮り方がわからないけど、いろいろ試行錯誤しながら始めたっていうのが今残ってるこの僕の一人で始めてるアキトくんチャンネルです。そうやってこのチャンネルが始まりました。もちろん再開してからも全く
全くうまくいかなかったですね。全く結果が出ない。これもう普通ならやめてていいはずなんですよ。続けてる人っていうのは何かしら結果が出てるから自分のモチベーションを保って続けてられるんであって、結果が出てない人っていうのは漏れなくやめてってるから。で、なんで僕は結果が出なかったのにじゃあ続けてたか。僕週5で普通の仕事もしてたけど、それでも週4回投稿、5回投稿とかしてたからね。頭のおかしいやり方してたんですけど、それは僕にはこれしかなかったから。他にやることがなかったから。YouTube に没頭してないと苦しくて苦しくて生きてられなかったから。僕が始めた時は本当に一人だったから。もうその時まで誰かに話しかけてもらうなんてことも一切なかったし、気づかれるなんていうことも全くなかった。本当の一人だったんですよ。で、そうやって続けていくうちにチャンネル登録者1万人行くことができて、そこからも続けて今に至るわけですけど、僕が1万人行くまでに思ってたのは、 YouTube 最初2人で始めた時ってとりあえず1万人目指してたんですよ。インスタも1万人超えたし、目標にって言って始めて、まあ、やってみたけど、そんなもん全く届かずに、これで生活できるようになろうって言ったけど、当初1回の収益500円とかだったんで、全くこの YouTube っていうものでうまくいくっていう未来が見えずに休止することになっちゃうわけですけど、だからなんかとにかく1万人っていうのは一個区切りとして思ってましたね。2人で目標にしてて全く届かないまま終わって、それを僕が一人になってやり続けて、そこにたどり着くっていうのは、その行った瞬間っていうのはちょっとやっぱり、いや、もう何ヶ月も経ってたから、一人になってやってて、まあ1万人行ったってただの数字だなと思ってたんですけど、それでもやっぱり行った瞬間は込み上げるものがありましたね。あの辞めた時に今みたいになれるなんていうのは全く思ってなかったんで、まあ今も全然まだ途中でなんとかやってるだけの状態ですけど、あの時はそれすらも見えないような状態だったんで、あと僕 YouTube 再開する前にインスタのストーリーでめちゃくちゃ病んでた頃、まだやり直せるかなみたいなアンケート機能みたいな投稿したんですよね。その時にいろんな人から大丈夫だよって言ってもらって、再開してからもういつ辞めたっていい状況だったけど、今辞めちゃったらあの人たちが言ってくれた言葉が嘘になるなって思ったんですよ。やり直せるよって言ってくれた人の言葉が嘘にならないためには、僕はもう一回前を向いてちゃんと進めるようにならないとと思って、もうもしかしたらあの時の人はもう今は誰も見てないのかもしれないけど、本当に感謝を伝えたいですね。ありがとうございますって、あの時あなたがそう言ってくれたようにちゃんとやり直せましたよって。一人になって僕には YouTube をやるしかなかったからやり続けて、何度もやめていいタイミングはあったけど、それでもやり続けて、結果僕は僕にしかない個性を手に入れたと思ってます。スニーカー YouTuber っていうか、カップル YouTuber として見てもこんなパターンまあないと思うからね。カップル YouTuber でやって破局して、まあ、それでチャンネル終わりっていうのはあると思うし、まああと女の子の方だけが続けるとかね、あると思うんだけど、カップル YouTuber で始めて破局してチャンネル停止になって、男だけがその後一人でやり続けるってあんまりないパターンだと思うんで、スニーカー YouTuber としてだけじゃなく、なんとかがむしゃらにやり続けたら YouTuber としても稀有な存在になってるんじゃないかなっていうのは思うんですけども、それでも僕はあの時まだ二人でやってた時、その時に僕が選べるとしたら、僕がどっちかを選んでいいんだとしたら、全くうまくいかない YouTube をやめて普通の仕事して二人で生きる道と別れて一人で YouTuber になる道、あの時もし僕が選べるんだとしたら、僕は迷わず YouTube をやめて二人で生きる道を選んでました。今でもそう思ってます。今でももし過去に戻ってそれを選択できるんだとしたら、僕は二人で生きる道を選んでると思います。だからまだ全然途中なんです。だからまだ本当にはやり直せてない。あの時自分が望まない未来に来ることになってしまったけど、それでも頑張ってやり続けたら、こっちの道を進んだからこそあの時よりも幸せだって思える未来になりたいんです、僕は。だから僕はスニーカーの業界をどうしようとか、社会に対してどうとかっていう大それたことは全く何にも思ってないし、僕が何かできるとも思ってないです。ただ僕が伝えられることがあるとすれば、僕そのものの人生を通したメッセージ、個人としての幸せも夢も
全部なくした男がそれでももう一回頑張って諦めなかったらやり直すことができるよっていう、それが僕が YouTube を投稿することでそのものがそういうメッセージになってると思うんで、でそれは僕にしかないストーリーだから僕にしかできないことだと思ってます。でそれはまだ途中なんで、僕はまだあの頃より幸せだとは思えてないんで、ということでこれからも僕の挑戦を見届けて応援していただけたらと思います。ぜひチャンネル登録してみてください。これからも僕は挑戦して変化し続けます。まだ途中だからそもそも評価が低すぎる。僕は今の実力で最低再生数3倍なきゃおかしいと思ってます。毎日投稿でこのクオリティで投稿してるなんて本当ありえないですよ。3倍は持ったかもしれないでも最低2倍の再生数はあっても全くおかしくない。まあもちろんそれの伝え方見せ方がまだその実力がまだ不足してるっていう部分はあるんでしょうけど、だから僕はまだまだふざけんなよと思いながらこっちの道を選ばざるを得ない状況で歩いてきてしまったけど、それでもこっちの方が幸せだったと思える未来を作るために頑張っていきますんで、よろしくお願いします。チャンネル登録してない方はしてください。あと見てる方は毎回ルーティーンでいいねボタンお願いします。良くなくてもいいねをしてください。コメントも何でも書いてください。わーわーでもこんにちこうでもいいのでお願いします。ちなみにダンクは変えてません。